はい。ダイワピュアラブです。KGB 幹部の内藤豊さんが YouTuber にということをお伝えしたいと思います。KGB 幹部の 内藤豊さんがユーチューバーになるということを本人が話していました。内藤さんは売田純史さんの元兄貴分だった人でした。売田純史さんの格闘技の 引退試合の相手も務めていました。内藤さんはアウトサイダーの舞台でも活躍されていました。現在、ライジンで活躍している朝倉海さんをアウトサイダーで 破っている渋谷陸さんに内藤さんは勝っています。内藤さんのパンチは変幻自在でどこから飛んでくるか全くわからないと言われて恐れられていました。 内藤さんの KGB の仲間の高谷博之さんは格闘技のドリームのチャンピオンになっていました。内藤さんは本職のヤクザもやられていたそうです。内藤さんの KGB の兄貴分が、矢尻哲夫さんになります。その後、内藤さんは、ヤクザを引退して、現在は、片枠大工をされているそうです。ご視聴いただき、 ありがとうございました。